ちは、日野です。最近はですね、やることをやりたいことがね結構いっぱいで、何もかもしてるんですけど、僕自身がその、春夏秋冬理論っていうね、その季節、人生には季節がある、周期があるっていうそのものがあるんですけど、それで言うと今秋の1年目に入ってるんですね。で、秋の1年目、秋、人生はその、春夏秋冬あるって言われてて、で冬、春、夏、秋と、それが各、春の1年目、2年目、3年目っていうことで、各3年かける4つの季節で12年周期なんですけど、冬が始まりっていうことで大地をこうしっかりね土作りからしていく、その時が始まりなんですね。その春夏秋冬理論で言えば、で秋っていうのはまさにこう収穫の秋ですから、最後今までしてきたこの12年の総決算の3年間っていう風になるわけですよ。で秋の1年目ですから、あと3年あるんですけど、この3年の中で、今までの12年が、問われるっていうことになるんですね。そういう意識で僕自身もやっていこうと思ってるんですけど、実りの秋って言いますけど、実らない秋もあるし、いろんな今までしてきた、春とか夏に、しっかり種まきをして、草取りをして耕してきてればちゃんと受け取れるわけですけど、そうじゃなければ、受け取れないということにもなるわけですよね。でそれが、この秋の時期だということなので、いいも悪いも受け取っていく、本当にもう、素直に受け取っていくしかないなっていうね、そういう覚悟ですよね。人生の収穫時期を迎えているわけです。でまたこの秋の時期が終われば次の次の12年周期、新たな12年周期っていうことで、またね、新たな自分を作っていく、新たな人生を、作っていくっていう意識で臨めると。だから、ある意味この、春夏秋冬理論っていうのは自分の人生の流れを、知って、そして自分の今の立ち位置が分かる、どういうふうに進んでいけばいいかっていうのが分かる、ツールじゃないかなって思ってるんですよね。でこの秋の時期っていうのは、受け取るっていう時期と同時に、学びの時期でもあるって言われてるんですね。でいろんな学びをとにかく興味があれば、どんどんしていきなさいっていうような、そういう時期であって、それが多分次の新たな12年周期にもつながっていくと思うんですよね。だから、僕自身はもう、今までもね、この去年からもいろんな学びはしてきてるんですけど、特に今年はですね、よりもっとね、いろんな学びをしていきたいなっていうふうに思っています。でそれは健康のことをベースにしながらも、そこから発生しているものであったり、あるいは全く違う分野であったり、いろいろなんですけれども、とにかくいろんな学びをして、自分自身を、根源的には、成長させていきたいなと。そして、役立つ人間になるために、人に、周囲に貢献できる自分になるために学びをしていくっていうつもりでいるんですよね。でそうじゃないと学ぶ意味ってないと思うんですよ。自分の成長のためだけであればあんまり意味がないと思うんですね。ただ結局は自分の成長のためだけであっても、その自分が成長すれば周りに貢献できる自分に自然になっていきますので、それはそれで悪いことではないと思うんですけれども、自己成長っていうのはだから大事だと思うんですよね。自分が成長すれば周りにも貢献できる自分になるということですよね。だからそれは、お金で見ると非常に分かりやすいと思うんですけども、100万円の例えば資金があるのと、1兆円の資金があるのとでは貢献度っていうのがやっぱ全然違ってくるわけですよね。それをどう使うかっていうのはあるんですけど、でも、100万円の資金しかない場合と、1兆円の資金がある場合ではできることっていうのも違ってくるわけですよ。それが、いろんなことが、1兆円の資金が例えばあればですよ、いろんな貢献ができるわけですよ。お金だけじゃない、もちろんお金だけではないんですけれども、
ただそういう、だからそういう自分になるためには自分の器を広げていかなきゃいけないし、自分が、もっと成長していかなきゃいけないっていうことになるわけですよね。だそういう意味で、学びっていうのをね、今年は本当にいろいろしていきたいなと思ってて、まあ、やりたいことはたくさんあって時間が、足りないなというぐらいなんですよね。まあ、それぐらいの方がいいのかなとは思うんですけど、何もこうすることがなくて手を暇を持て余すっていうよりは、まあ、やりたいこと